はい、こんにちは、文具王です。今日の筆記具はスタビロボスオリジナルです。先日動画の方でね、本編の方で、ちょっとね、1時間20分ぐらいあったかな、長い、動画をアップしました。その中で、前色の比較だったりとか、蛍光色がどういうことになってんのかとかいうのをね、やったりもしましたし、あと歴史とかですね、スタビロボスが、世界初の蛍光ペンって言ってる蛍光ペンっていうのは何なんだっていうことで、世界初の蛍光ペンのハイライターというね、立ち位置ですよ、みたいなね、ちょっとね、小難しいかもしれませんけど、結構重要な話ということで、させていただいたんですけれども、今回は、ただ書くだけです。なんで、このね、せっかくこの試し書きノートずっとやってますから、そこには、スタビロボス入れておきたいなということで、蛍光ペンも入れておきたいなというふうに思います。ということで、早速書いていきたいなというふうに思います。なんですけれども、蛍光ペンなので、ちょっとですね、書くって言ってもですね、そんなに細かく書けないですね。で、今日は、このね、もうだいぶ遅れてるんですけど、22と23と2日分使って、こっち側に、ボスで書いて、で、こっち側にですね、色見本作るのは、こっちにやりたいなというふうに思います。色数がですね、23色もあるので、そこは、場所を取るので、こっちにもう一個やりたいんですけれども、書いてて思ったのは、やっぱりイエロー別格ですね。やっぱりね、これはすごい。で今回はちょっとね、細かい絵とかもほぼ描けないので、これはもう本当に普通に、これで文字だけで描いていきたいなと思います。スタビロ。よいしょ。どうしようかな。スタビロ。のオリジナル。よいしょ。はい。で、いろいろね、試し書きをしたんですけど、イエローだけ別格に明るいんですよ。で、最初に、スタビロのですね、シュバンハウザーがですね、ドイツの人なんですけど、アメリカに行って、ハイライター、カーターっていうところのハイライターですね、カーターインクっていうところの、ハイライターっていう、蛍光色じゃおそらくなかったと思われるんですけれども、黄色いですね、ハイライター。もう当時、スタビロのシュバンハウザーが、ハウザーが、あっちに行って、そのアメリカに行ってみた時って70年ぐらいだったっていうことなんで、その時にはすでにね、このハイライターっていうのを使うっていうこと自体は、もうすでに当たり前に一般化してたみたいですね。なんで、その時に、見に行った時にはですね、使われ方としては普通にあったんだけれども、ただ色汚いって言って、あんな黄色じゃダメだって言って、すごいいい黄色作れっていうのだけは言ってた。っていうこともあってですね、蛍光色で、一応目立つ色でもあるんですけれども、この色がね、本当に他の色とは、ボスの中でもいろんな色があってですね、ボスのオリジナルの中でも、際立ってこの黄色が綺麗ですね。という感じです。あと、黄色はね、あんまりね、裏抜けを気にしなくていいんですけど、他の色ね、正直、スタビロボスに関しても、やっぱりある程度水が多い感じでですね、染みてく感じがします。なので、ちょっとそこのところはですね、気をつけなきゃいけないかななんて思ったりしますよ、という感じですね。で、ちょっとですね、今日もまた、なんとなく、形を取りたいんですけど、さすがにこれ蛍光ペンなので、これ自体でですね、ちょっと、あれは難しいかなと思うので、これは、形は、ですね、どうしようかな。他のペンで、ちょっと、この輪郭線だけは入れといてあげないと、ちょっとさすがに絵描くのも無理だなという気はします。まあどのぐらいかな。この形がまたかっこいいよね。このクイッとこの山形のね、この細くなる形がねまたかっこいいんですよね。スタビロって、まあ、いわゆる富士山型というかですね、もうちょっとあれですよね、なんかあれですけど、なんかギャートルズに出てきた山みたいな、すごい山ですって誇張された山みたいな。でも富士山のマークでもこのぐらいの富士山結構よく見ますけどね。でこのチーゼルチップがちゃんとね、紙に当たる時の角度をまあこんな風にしてですね、よいしょ、ピントをもらっとこう。はい。まあちょっと斜めになってんのがですね、ちょうどこう紙に当たりやすいような角度になってますよという形でいいですよね。こんな感じで。で、まあこうちょっと横に引くものなのでね、こうなんとなくパースつけてこんな感じですよね。こう線が引けていく感じっていうので、ここが黒ですよというとこですね。こんな感じで、ここに白鳥マークがあって、よいしょ。まあなんか白鳥とかペリカンとかね、ペリカンはペリカンでね、まあ本当に可愛くていいんですけども、なんか愛嬌があるよね。このヨーロッパのところのこのこういう形っていうのが可愛らしくていいよね。こんなでかくない？ちょっとでかかったね。こんなにでかくないね。このぐらいだよね。スケール感結構むずい。この今画面に対して斜めから描いているのですが、案外このちょうどいいスケール感で描くの難しい。このぐらいだよね、幅的には。あ、ボスの名前が書けなかった。あ、ボスもちゃんとスタビロのロゴと同じテイストで書かれてんのね。ということで。はい。な感じなんですけど、今回はちょっとどうしようかな。輪郭だけ、他のボールペンで書かせてもらいます。はい。ね、こう後で色も入れていきたいと思いますが、ここ黒なんでね。っていう感じですね。で、ここにちょっと赤か他のペンがあるといいのだが、よいしょ、なんかさっき出したのだからね。はい、いや、下びろから書きながらさ。ちゃんと見えてますかね。よいしょ、こんな感じ。石ここにピンと合わせておこう。だいぶスタビロのロゴばっかり書いてるんで、スタビロのロゴもピッとで、ボスの B もスタビロの B と同じ上が広いタイプの B ですね。O がこんな感じでありますよーと、はい、こんな感じですねになってます。で、まあここら辺も黒なので一応こんな感じです。で、あれだ？赤のペンを出してきて、いや、ないな。他のでもいいのだが、ちょうどいいペンがない。あ、これでいい。いいか。はい。ダメですね、準備が悪い。めっちゃ細いやつですけど、すいません、ここもスタビロで書きゃいいんですけども、ちょっとスタビロを、今用意してあったのが、こう机の上に用意してあったのがこんだけだったので、ちょっとはいこんな感じで描けました。で、まあ色塗りましょうということなんですけども、やっぱね、ここは裏抜け怖っ。ああ、大丈夫。もうほんとこれね、色によっては抜けます。で、ちょっと注意が必要です。はい、こんな感じですね。すごいね、ビカビカに光ってますいやー、すごいな、イエロー。うん、大丈夫です。な感じですね。で、まあここグレーのところもあるので、ちょっとせっかくグレーがあるのでグレーとかで塗っとこうかな。グレーというか黒のとこですけども、ちょっとまあこうやって塗ってあげると、それっぽくなるかな。でもやっぱ薄いな。うん。グレーに関しては薄めです。はい。ということで。まあこんな感じですかね。ちょっとシャドウとか入れときますかね。一回もう乾いてるのであれですけども、この部分とかをまあちょっとだけ、はい、こんな感じでスタビロボスオリジナルですねという感じでいきたいなと思います。おい、まあ他の色でもいいのですが、まあ今回はじゃあちょっと文字が読めそうな色でいきましょうか。はい、50周年2021年で書けるかな。でボス、オリジナル、わ、誕生から、すごい書きにくい。これはちょっと50周年、ああ週、あ、間違えた最低迎えます。まあいきょ、はい、という感じです。常に裏書きになるという感じですけども、はい、まあこれはこのぐらいでいいかな。蛍光ペンといえばボス。ということで、はい、ちょっとこっちに色リストを作っていきたいなと思います。恥ずかしいね、ほんと情けない。こういうところでね、間違えるとダメだよね。でまたこれがまた一発のね、一発仕事なんでね、間違えても直せないっていうところがですね、まあ緊張感のあるところではあるんですが、残念ながら失敗してしまいました。まあほんと大変よね。というところで、ここら辺にピントを今度持ってきて順番にいきたいなと思います。で、色リスト前に作ったからあれなんですけど、色リストなんですけども、まあ、同じ色じゃないかみたいなね、ピンクがピンクで分かりにくいって言ってたんですけども、一応ね、蛍光のピンクっていうのとパステルの、ピンクっていうのは、まあ一応ね、品番上は分かれてるんですけどねっていうことで、言われておりました。まあちょっとね、そこら辺に関してはちょっと後で訂正を入れるかもしれません。訂正というか、注釈を、入れていくかもなというふうには思ってますが、いきたいと思います。これがコーラルレッド。はい。あ、ちょっと浮かしてあげないとあれかな。はい。コーラルレッド。で、次がレッド。レッドがね、ピンクっぽいよね。レッド。40番でしょ？はい。で、次がチェリーブロッサム。チェリーブロッサムは、本当はね、日本人のイメージはもうちょっと明るいんだけど、淡いんだけど、まあそこはねあれですよね、色のセンス的な部分でですね、まあこれを作ったボスの人たちのイメージするチェリーブロッサムっていうのは、まあこんな感じなのかなという。ちょっとね、何桜だっけ、ちょっと色の濃いやついますよね。本当にね、ちょっとね、久しぶりにボス使うとびっくりするのは、もうめっちゃね、インクがみずみずしいのよね。良くも悪くもだけど。なんで、資料とかに線引いて、片面のコピー用紙で印刷されたやつに線引くとかだったら、いや、気持ちがいいよ。本当に。これは。書くのは本当に気持ちがいいですね。教科書に引くとかだとね、その裏抜けを気にするとかあったりするんで。でね、こうやって色があるじゃないですか。で、来てるでしょ。で、こっからね、イエローなんですけど、もうね、イエローだけ別格の明るさなんですよ。ほんと。だスタビロボスはイエローだよね。やっぱり。もともとがやっぱりハイライターの怒りから来ていて、黄色だけは綺麗な色を作んなきゃっていうところはやっぱあったんだと思うんだけど、このイエローに関してだけはというか、イエローに関しては明らかにまあボスの中でもやっぱり別格だし、他社の多分蛍光ペンなんかと比べても負けないこのイエローなんじゃないかな。すごくね、いい感じのイエローですね。なるほど、またすごい。色見本作るの楽しくていいですよね。はい、綺麗に作っていきたいなと思うわけですけれどもね。よいしょ、ちょっと浮いちゃった。はい、完璧にしていくの難しいですね。ちょっと下引いとこうかな。ちょい高さを上げといてあげるとしっかり引けるかな。はい。こんな感じでね。よいしょよいしょ。はい。で、本当はハイライターだから書いた後に線を引けばいいんですけれども、線引いてからじゃないと色分かんなくなるので、先に文字だけ書いとくのちょっとむずいなと思って、今回は線だけ引いてからいきます。はい、これで最後ラベンダーです。うわ、ちょっと引いちゃった。はい、ラベンダーです。もうこのぐらいなんかね、やっぱりね、水気が多いよ。なんでまあキャップを外していても乾かないよというところですが、はい、ということで、なんとかこのページにね収まる感じで、23色入りました。ということで、ここにとりあえず、まあ、色名せっかくなんで書いておきましょう。こっちから書こうかな。今回は、140コーラルレッドと、どうしようかな、ここから書こうか。140コーラルレッドですね。40レッド、こんな感じで描いていこうかなと思います。ピント合ってるかな。ここら辺にピントをもう一回合わせ直していきましょう。はい、150チェリーブラッサム、56ピンク、かっこ蛍光ね、蛍光給食の中に入っているピンクです。129、これがピンク。かっこパステルですね。こんな感じです。で、オレンジ54、で126、でピーチ、それから125、ペールオレンジ、やっぱりこの間ね、コピー用紙、じゃないや、今回、この間はニーモシネっていう紙に引いたんですけれども、やっぱね、紙によっての発色の違いもありますね。やっぱニーモシネ優秀だな。すごい、色に関してはかなり精度高く出るというか、クリアに出ますね。それに比べると、この紙はちょいね、なんていうのかな、色がちょっと、沈むというかくすむというかな感じはちょっとありますけれどもですね。ペールオレンジです。で、イエローですね。144、イエロー、これがパステルの方ですね。144、24、イエロー、これが、蛍光ですね。それから133、ライム。で、33のグリーン。で、51のターコイズ。それから、よし。はい。ターコイズがあって、ターコイズの116ミント。で、113のターコイズ。で、51がオリジナルで、113が、パステルなのね。51がオリジナルなんで蛍光です。で、こっちがパステルです。ですね。はい。で、113ターコイズの後が31のブルー。ブルーとかも綺麗なんですけど、やっぱな、ほんといい色ですよね。112のブリージーブルー。それから194。ダスティグレー。ダスティグレー。から、111クラウディブルー。クラウディブルー。155ライラック。で、158のフローズンフューシャピンク。ね、で58のライラック。こっちが、蛍光ですね。で、こっちがパステル。で、最後が55のラベンダーですね。はい、ということでできました。ね。こんな感じなんですけれども、やっぱねって、なんかあれですけれども、よいしょ、ちょっと上げて、この辺で止められるかな。はい、ということでですね、まあこんな感じなんですけれども、ちょっと、まあ横向いてますけれども、イエローすごくないですか？このね、イエローの輝きの凄さっていうところだけはですね、いやー、まあ本当に他にはない、スタビロらしいというか、スタビロボスのイエローっていうイエローだなっていうふうにすごい思うんですよね。なんで、これスタビロボスって全体的にまあね、かっこいい筆記具ではあるんですけれども、入んねえか。入んねえかです。こんな感じですけども、やっぱね、スタビロボスっていうのが、まあシリーズとしてもかっこいいんですけれども、やっぱね、イエローがなかなか良い感じがします。ということなんで、やっぱりね、定番中の定番の、アイテム、まあね、ロングセラーにして、トップランナーであるスタビロボス50周年、元祖にしていまだにトップランナーである、スタビロボスらしいボスっていうのは、やっぱりイエローだなっていうふうに思いますよということで、改めてね、このイエローの力強さを感じた、試し書きでした。ということで、皆さん、黄色だけでも使ってみるといいよっていう感じがします。はい、ということで、スタビロボス、イエローが、今回はスタビロボスの、オリジナルのお話でした。以上です。文豪の YouTube チャンネルではですね、皆さんよかったらいいねとかですね、それからチャンネル登録よろしくお願いします。あとはチャンネルメンバーシップもやってますので、そういうのに入ってくれるとですね、僕がこういうのが送られてきた時に段ボールバリバリ開けて出してくるような、ファーストインプレッションみたいな動画とか、あとはまあ時々、ライブ配信をやったりとか、資料室っていうところに入っていただければですね、僕がこういうのを調べ物をした時に作っているデータベース、数百ページもあるデータベースにですねを自由に見れるようになってますということで、まあ、そういうサービスもやってますのでよかったら見てください。ということで、今回はこんなお話でした。以上です。